ネジにヒナだ。珍しい組み合わせだってばよ。ナルトか。何してんだ、二人揃って。あのね、ちょっと修行に付き合ってもらってたの。修行？今度の任務がかなり難しいものらしくてな。その不安を取り除くために少しでも修行をしておきたいらしい。へえ、なんだったら俺も手伝ってやろうか。そうだな、日向様、よろしいですか。はい。よし、そんじゃあ早速。ハハハハ、その修行ちょっと待った。誰だ、激マヨ先生。面白いことやっているじゃないか。まったく熱い三人組め。で、俺たちに何かよ。ここは俺に任せてもらおうか。ちょうど面白い修行を考えたんだな。面白い修行って？名付けて激熱高速激滅修行だ。すごい名前。要約すると敵を素早く倒す修行というところか。あれがわかるなんてさすがネジ。伊達に同じ班にいるわけじゃねえってばよ。その通り。俺が用意した相手を制限時間内に倒せばよい。これは戦闘能力だけでなくチームワーク強化にもつながる修行だ。まあそれなら問題なさそうだな。いかがですか、日向様。やってみようかな。オッケーだ。それでは3人のチームワークをしっかり見せてもらおうか。ネジ、ヒナタ、俺たちの力バッチリ見せてやろうぜ。この敵を素早く倒していかなきゃいけねえんだな。よし、行くってばよ。修行は3段階ある。君たちはその一つをクリアしたにすぎん。それならそうと、早めに言ってくれ。第2段階はさらに難しいぞ。クリアできるか。しょうがねえ、ここまで来たら最後まで付き合ってやるか。うん、うん。
激熱高速激滅修行第2段階スタート。この敵を素早く倒していかなきゃいけねえんだな。よし、行くってばよ。よっしゃ、第二段階クリアだってばよ。やるな。それでは最終段階に突入だ。おっ、付き合いきれなくなってきた。最終段階は何を隠そう、この俺との勝負だ。激眉先生と勝負か。よし、燃えてきたってばよ。ナルト君、どうした日向。ガイ先生との勝負、私にやらせてもらえるかな。日向さん、今までの修行、私は支援に回っていたけど、でも任務中って個人で戦わなきゃいけない時もあるよね。だから私、分かったってばよ。そんじゃあ最後の勝負は日向に任せた。いいよな、ネジ。ああ、日向さんは自分の力を信じて戦ってください。はい。青春だな、お前たち。俺はもらい泣きしそうだったぞ。だがあえて俺はお前たちの前に立ちふさがる大壁となろう。さあ、この俺にぶつかってくるがいい。行きます。Yeah!
という強い瞳を持った忍びだ。このマイトガイ、感動したぞ。この修行は必ず君たちの力となって帰ってくる。今度の任務、大活躍間違いなしだ。はい。それではな、お前たちの活躍を期待しているぞ。騒ぐだけ騒いで、さっさと帰って行ったってばよ。まさに台風一過だな。だが、ちょうどこの合間、日向様、今回の修行はこの辺にしましょう。あの、ナルト君、ネジ兄さん、今日はありがとうございました。私、少し自信をつけることができた気がします。 いえ、こちらこそ。俺もいい修行になりました。ひなた、次の任務頑張れよ。うん。さてと、そんじゃあ俺も他の場所に。ナルト。ん？どうだ、久しぶりに手合わせしないか。ネジ、どうしたんだってばよ。先ほどまでのお前の動きを見て、この2年半の間にかなりの修行を積んだのは分かった。だが俺もこの2年半を無駄にしたわけじゃない。だから一度手合わせしたいってわけか。ああ、久しぶりにお前と共に行動して心が高揚している自分がいた。中任試験の再試合だな。いいぜ。俺もお前とはもう一度手合わせしたいと思ってたとこだってばよ。ありがたい。お前とまた戦えること嬉しく思うぞ。ネジ。Q!
抜き。もう許さねえ。さすがだな、ナルト。お前もやっぱすげえやつだってばよ。でもさすがに疲れたってばよ。ああ、だが有意義な手合わせだった。確かにな。ナルト、これを受け取ってくれ。これは？日向様の修行、そして俺のわがままに付き合ってくれた礼だ。わかった。ありがたく受け取るってばよ。さて、それでは俺も戻るとするか。またな、ナルト。